はい、皆さんこんばんは。はい、今回も今から始まる、はい、まいまするよ TV。はい、司会の岡田です。よろしくお願いします。解説の木戸です。よろしくお願いします。さあ、ですね、僕ら今、ペアルックっぽい格好してるんですけどね、はい、これ、実は違うんですよっていうくだりがあったんですよ、本当。はい、本当は。はい、本当あったんですよ。皆さんも曲流れてなんか、バクチバクチしてるやつやなと。そうですね。いう状況が一瞬流れたと思いますが、はい。はい、実はね、これ実は違う色なんですよっていう、はい、多分去年も再々やったそのネタが、一ネタが、はい、やったんで。気が出くるんだったなと、はい。そうですねっていう会話をやりました。はい、はい、じゃあ告知いきましょう。はい。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、それではいきます。告知です。ジャパンヨーヨーツアーファイナル in 北海道ということで、はい、長くやってきました。こちらジャパンヨーヨーツアー、全国回るヨーヨーツアーですね。はい、こちらの方、ファイナルということで、はい、最後を締めくくるのは北海道。そうです。20日21日で開催させていただきます。はい、でこちら20日は、ヨーヨースペースあずさん、はい、そして21日は新千歳空港の、はいはい、博品館さんですね。そうです、はい、博品館さんでさせていただきます。はい、なんと計11回ジャパンヨーヨーツアーを行うことになりました。そうだな、結構頑張ったね。はい、そうですね、うん、はい、いや、なかなかのペース、半年4ヶ月ですか。そうですね、4ヶ月で、はい、11箇所、どんだけ週末を潰すのと。そうですね、まあ、逆に空いてるやつ全部どっか行きたいって言い出したからね。そうですね、はい、まあ、ね、やっぱりいろんなとこ行って、はい、現地の方と触れ合って、はい、その土地その土地のヨーヨー事情にやっぱ触れたりとか、はい、逆にこう根付かせる何かきっかけになったりとか、はい、はい、まあ、もちろんそういう活動がしたくてツアー回ってるわけで、はい、11箇所行けたのはもうこんなことですよ。そうですね、はい、まあ、ありがたいことです。もちろんね、僕たちだけだとね開催できなかったとこいっぱいあります。今回、はい、北海道もヨーヨースペースアーズの、はい、山田敦さんの協力なくしては、はい、はい、可能にはならなかったでしょうということで、はい、はい、今回北海道させていただきます。はい、ぜひね、まあ、今回北海道で2014年のツアーは締めくくりになりますが、はい、まあね、可能であればね、来年も、はい、ちょっと来年ね、世界大会うんぬんかんぬんで、はい、どれだけ行けるか分かりませんが、はい、逆にね、世界大会あるということで、はい、いろんなところ行って、はい、盛り上がればいいなと。そうですね、ぜひね、来年は沖縄も行きたいなと思ってるんで、沖縄の方ぜひ場所の情報があればよろしくお願いします。はい、ここじゃ地図も残っております。はい、本当にね、沖縄は行きたかったんですけどね。そうですね、どうしてもね、はい、いい場所が見つからなくて、はい、はい、ぜひね、本当に行きたいんで、はい、もし情報がありましたら、はい、よろしくお願いします。諦めません、行くまでは。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、というわけで、そして続いて今週末12月13日、はい、愛知ヨーヨー祭り、はい、はい、こちら2014開催いたします。はい、はい、こちらね、毎年やってる愛知ヨーヨー祭りというね、はい、まあ、イメージはまあ、なんていうんですか、夏祭りのヨーヨー版をやりたいなと、はい、いうのをね、はい、多分きっかけになってると思うんですよね。そうですね、愛日の屋台がこういろんなゲームの並びになっているっていう。そうですね、はい、はい、午前中は基本的にそういうミニゲームがベースになって、はい、で午後からはメインイベントともいえるクロスドラゴン、はい、転生ガンド、転生ガンド、オートリターン転生ガンドですね、今は。そうですね、はい、はい、ロングスリッパをして、はい、勝手に帰ってくるまで待って、はい、それがジャスト10秒の人が優勝っていうね。そうですね、これどう考えても運なんですよ。そうですね、でどう頑張っても運なんですよ、はい、もうなぜなら、はい、そもそも個体差があるクロスドラゴン、はい、まあ、もちろんオートリターンの機種、はい、を使う上に、はい、なおかつ若干でもダメになったら、このボディの縁の当たり方、はい、これでもう全然モデル方違うわけですよ。そうですね、はい、ボディのギャップの幅で、はい、もうほぼ間違いなく、はい、うんといって差し支えないはずなのに、はい、強い人はなぜか強いんですよ。そうですね、常連は常連なんですよ。いつもこう決勝に残る人っているんですよ。そうです、はい、まあね、っていうのもありますね。かと思えば、はい、全然ね、予想外の人が10秒ジャスト出したりとかね。そうですね、はい、もう本当にね、何が起こるか本当に分かんない、はい、はい、競技になってますよね。名物競技でございます。そうですね、はい、はい、ヨーヨーを始めて今日始めたんだっていう人が世界チャンピオンに勝つ唯一の競技じゃないかな。そうです、ね、ヨーヨーらしいことをしながら世界チャンピオンに勝てる唯一の競技じゃないかなと思うので、そうですね、はい、まあ、競技というのかどうなのか、はい、イベントなのでぜひね、皆さんも参加していただければなと思います。はい、はい、その他にも30秒フリースタイル、まあ、今世界大会がね、はい、ワイルドカードが30秒ということで、はい、そういうのもまあ、一個ね、練習みたいな形にもなりますんで、はい、ぜひ皆さん来ていただければなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、そして現在レクストリーム 2.0 ワールドチャンピオンエディションのキャンペーン実施中しております。はい、はい、ね、レビューの中に、はい、すごい岩倉レイさんに感動して、はい、ヨーヨーを始めたと、はい、ヨーヨーに復帰したと、はい、10年ぶりにヨーヨーを手に取ってきてくれた岩倉レイさんだったと。そうですね、いうのを見て、はい、うわ、なんていい話だと。そうですね、フリースタイル見て絶叫したと。そう、はい、もうそこまでね、影響があったということでね、はい、ちょっとね、ちょっくらお願いしたら、はい、心よく引き受けてくださいね。そうですね、はい、あれよあれよという間に、はい、キャンペーンが開始しております。リクストリーム 2.0 ワールドチャンピオンエディション、はい、こちらの方を購入していただいたお客様には、岩倉麗選手の、はい、
岩倉選手のサインと、はい、あと岩倉麗選手が実際に使ってる長さのストリング、そうです、はい、こちらの方がついてきますんで、はい、ぜひのこちらの方試していただければなと思います、はい、なかなかないですからね、そうですね、プレイヤーの実際どういうセッティングでやってるんだろうっていうのはね、はい、はい、難しいんでぜひ試してみてください、はい、さあ、それで告知は以上ですね。で、今日はですね、はい、ちょっといろいろあります、はい、この後、まあ、お便りになるんですけど、その後、はい、現在始まりましたキャンペーン、はい、そして、前回やりましたね、総選挙、こちらの方の、はい、抽選会も行いますんでね、はい、ぜひ最後まで見ていただければなと思います、はい、さあ、それではまずお便りのコーナー参りましょう、はい、はい、今回は3通ですね、3通、はい、ペンネーム、第3はい、いつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。先日健康診断を受けたのですが、問診票に週どれぐらい運動しているかという項目があり、ふと競技用要は仮運動ぐらいには入るんだろうかと疑問に感じました。私は夏場に空調のない場所でヨーヨー振っていると汗をかくこともありました。またいろいろな方のフリースタイルなどを拝見していると動きの大きな方もお見受けしました。世間的にはまだおもちゃの印象の強いようですが、ヨーヨーの皆さんはいかがお考えでしょうかということで、これはまあもちろん運動強度にもよると思うんですけど、はい、僕こういうのあったら迷わずに運動しているに丸するんですよ、ね、ああでも分かりますよ、はい、もう完全に練習中は運動してますからね。そうですね、はい、汗ダラダラになりますからね。そうですね、はい、ストレッチも欠かさずやり、そうやり、はい、やらないと腕壊しますからね。そうですね、はい、まあ一部ではね、ツーエーダイエットとか、ツーエーダイエット、ただツーエーやってるだけで痩せたみたいな。おー、2Aってやっぱ動きが大きくなるんですね。特に細かく何度も連続で動かすから、はい、はい、結構有酸素運動になるんだろうかということで、はいはいはい、2Aのフリースタイルをひたすら練習してたら痩せたんだっていう方もなるほどいます。だから2Aのフリースタイルって一個ハードル高いんですけどね。そうですね、はい、あとはオフストリングダイエットというのがあって、ああはい、わかりますよ、はい、オフストリングで最初ポロポロこぼすんですよ、はい、でだからもう大変なんですよ、はい、だるいなと思う人もいると思います、はい、逆に転がっていくのを拾いに絶対行かなきゃいけない。そうです、ね、これは一個の運動ですよ、はいはい、だと思って、はい、やっていただくとちょっと入りが楽しくなるかなと。あ、なるほど、はいはい、逆にうちの社長見てください、はい、もうその場から動かない技やたら綺麗にできる。そうですね、はい、動きの小さい技がやたら綺麗にできる、はい、だからあの体型でもオフストリングができるんです。おだからオフストリング結構動き大きいのも多いと思うんですね。リキャプチャーするのだってね、やっぱ拾いに行くのもありますし、はい、やっぱなんといっても落としてはならない集中力が必要だったり。そうですね、はい、ヨーヨーがすごい飛んでったら瞬発力でバッと取りに行かなきゃいけないとか、そういろいろあると思うんですよ。はい、はい、まあ 4A はやっぱ一番ヨーヨーの移動範囲が広いわけですから。そうですね、はい、大会でもたまにやっぱ端から端まで走る人いますから、ね、そうですね、はい、で拾えたらもうヒーローみたいなね。そうですね、去年の JN の 4A の予選がそう、それありましたね。もらっちゃすごかったね、あれすごかったですね、こうこれで拾いに行きましたね。かかったからね、かかってもう飛び跳ねてました。ドッカーンだったからね、あの瞬間のはすごかったね。まだ足またぐ技とかありますね。足またぐ体こすって腕使うとか結構全身運動になってるのかしらっていうぐらい。そうですね、はい、防衛は結構あるんですよ ね、 そうですね。ところが見てください、うちの社長もう得意な技そうです、ね、ここでこうやるのやたら綺麗 で、 そうです、ね、う本当に動かずにできる技を練習したのかと。そうですね、でも本当に安定感すごいんですよ。その代わりといってはなんですが、本当にすごいんですよね、はい、はい、そこはどんな手も言っても本当に落とさないそう、もうすごいよね、はい、あれは一回たまにカーンって落としたら、ああもうグダったわと。そう、おワンドロップでグダった感。そうですね、はい、普通落とさないと常連というぐらい、まあまあそのぐらいまでいけばきっともうすごいスリムな体になるんじゃないか。逆に逆に、はい、確かにね、はい、でも結構ね、スポーツみたいな感覚でねできる部分もあるんじゃないかな、はい、まあ、もちろんやろうと思えば限界まで手元にできますし、ね、はい、あ逆に広く使おうと思ったらいくらでも大きくできるっていうね、はい、まだまだ可能性のあるみたいなと。絶対に大きくしなきゃいけないわけじゃないっていうのもあるそうですね、はい、もちろん。逆にちょっと運動ヨーヨー好きだからヨーヨーで運動しようと思ったら、はい、やっぱりねアクティブにヨーヨー振ってもらうのがいいのかなと。なるほど、ヨーヨーパフォーマーの方なんか、はい、夏場ね、はい、そりゃそうだっていうぐらい汗だくになりながら振り回しますもんね、はい、そうですね、はい、あと2012年か1年かな、どっちか山下亮選手、はい、あ、はい、ナショナルチャンピオンになりましたよね、はい、あの時大会の採点項目で、うん、あの時はなんだかスペースユーズだったから、はい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 、ステージをいかにうまく使うかって項目で満点を取ってたんですよ、はい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 、そのフリースタイル見ると、あ、ヨーヨーってこんだけ動けるんやってなりますね。そうですね、はい、あ、リョーカーの時世界大会の衣装のために痩せたみたいなこと言ってましたしね、すごい絞れた勝手にみたいな、あ、そこからピッチピチの服着て、そうですね、はい、っていうのもありましたね、はい、まあ、そういうフリースタイルを参考にしておいてもいいんじゃないかなと。そうですね、思います、はい、さあ、それでは続いての
さんの歌ですね、はい、はい、続いてペンネームバツクさんですね、はい、はい、リバイドの皆さんこんばんは、こんばんは、楽しく拝見させてもらってます、はい、突然ですが最近僕の通っている中学校で職場体験というのがありました。そこで感じた疑問なのですが、成人のヨーヨープレイヤーの皆さんはどういった仕事をしてらっしゃるのでしょうか。またリバイドの皆さんも今の仕事に就く前は他の仕事もやったことがあると思うのですが、それはどういった仕事だったのでしょうか。答えていただけると幸いです、よろしくお願いします。というわけで、はい、そうですね、やっぱ進路に迷うじゃないですけど、はい、今でこそ僕ら、はい、まあ、ヨーヨーの仕事してます、はい、僕はこの中学校の時、はい、まさか自分がこんなことしてるとは思わなかったですね。ああ、もう完全にもう左の話です、ね、そうですね、はい、はい、もうなんていうんですかね、まあ、普通に就職すると思ってましたしはい、まあでも僕は過去、ですね、酒屋、まあ、就職じゃなかったですけど、はい、まあまあ、フルタイムで働いてる酒屋と、はい、あとガソリンスタンドの店員と、はい、あとパチンコ屋の店員と、はい、はい、やってましたね。おお、いろいろな経験もして。そうですね、はい、まあ、基本接客メインみたいな感じで、ね、そうですね、やっぱ接客業が多かったですね、はい、なるほど、はい、だからこの喋りのうまさが、いや接客でっていうよりも何だろう、まあ、でもこれは元からだねなるほど、はい、焼き鳥焼いてたりとかもしてましたね。へえ、まあ、酒屋の時、はいはいはい、といろんなことしましたね。へ、はい、木戸さんもでも、はい、この仕事入る前はね、就職してましたもんね。そうですね、はい、警備会社にいて、はい、はい、なんかその会社の中で一番もう歴代史上最速でもう隊長になったんです。一番偉いです。はい、はい、まあ大変な仕事ではあったんですけど、はいはい、なんか合ってたみたいで、結構本当当時はなんか自分で全然やめようとか思ってなくて、はいはいはい、あ、もうこのままこれでもいけるなっていう、かなりやりがいを感じてたので、ね、はいはいはい、ただ、まあ、この話が来た瞬間、あ、今しかないと思ってお、はい、こっち来ちゃいましたけど、まあ、ね、はい、まあ、僕も似たようなもんですからね、はい、今しかないと、はい、今しかない、今しか、逆に僕、はい、あれ、まあ、多分何回か聞いてると思うんですけど、はい、たまたま僕がもうやっぱヨーヨーでなんかしたいって思って、はい、連絡した時がちょうどオファーをかける相談をしてたタイミング、そうです、奇跡のタイミングだったので、はい、そう、はい、っていうのもやっぱり、ただやっぱこう、まあ、全く関係ない仕事に就く方もいますよね。それはそうですね、はい、まあ、もちろんそういう方の方が多いです。あと、はいはい、世界チャンピオンであろうとも全然関係ない仕事されてる方もいますし、はい、どういう仕事に就くことが多いって言われると本当に多種多様です。そうですね、はい、もう偏りはないのが正解で、ヨーヨーの人ってこういう仕事多いよねっていう傾向今まであんまりないですね。そうですね、はい、もう、まあ、普通にデスクワークの人もいますし、そうですね、はい、普通に、まあ、外で勤まわる人もいるでしょうし、そうですね、まあ、パフォーマーの方は、まあ、もちろんね、ヨーヨーでっていうのもあるんですけど、はい、あとは、まあ、ヨーヨーやってて、まあ、英語がすごい好きになって、はい、得意になって、はい、英語ができるからやっぱそういう系の、はい、英語を使うような会社に入るっていう方もいましたし、はい、はい、まあ、なんかこうなんですかね、ヨーヨーだからっていうこともないですけど、まあでもなんか働いてる中でヨーヨーが身になってる部分っていうのはある方は何かいますね、はい、まあでも何よりも一発芸最強ですよね。そうですね、はい、一芸なんかないのかよって言われた時に、はい、誰に聞いてるんだって思いますよね一芸愚問だなと思って一芸なんかないのか、はい、逆にあるのみたいな俺の芸に勝てるもんあるの、はい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 、ぐらいの自信はありますよね。まあ、インパクトありますね。そう、だから新入社員、はい、まあ、イメージですよ、勝手に。本当にイメージです。多分今あんまりないでしょう、はい、新入社員の人は、お前ら、なんかどこどこの会で、新入社員伝統で、なんか芸やなきゃいけないんです、頑張って考えろよ、みたいな。はい、去年はめっちゃ受けてたぞ、みたいなこと言われたら、はいはい、もうみんな普通は、みたいな。何する、はいはい、何するってなるんですよね。はい、もうマジどんとこいですよね俺任せとけみたいな、はい、むしろ俺がハードル上げる側になる。そう、お前ら後ろ下がったら俺が全部やるから後ろで手拍子してるヒーローですね。そうぐらいのトーンでね、はいはい、入っていけるわけですよ。 あと就活にも使いやすいみたいな、使いやすいですね。はい、ありますよね。とあるワイプレイヤーが、はい、就活してるタイミングで、はい、まあ集団面接、はいはいはい、その時に向こうから言われたことが、まず今回自己 PR にあたって、バイト、サークル、ボランティア、これらの、まあ、ワードを使うことを禁止しますよって話です。勝ったって思ったって言いましたね。まあそうです、ね、それはも う, そ、もうかなり有名な選手なんで、その選手自身が、それはもう勝ったって思っただろうなと。まあそうですね、はい、まあ何でもいいからやっぱ一生懸命やったことがあるっていう経験はね、どこでも強みになりますね、はい、そうですね、はい、まあもちろん趣味
ではあるんですけど、ある程度、はい、ただやっぱその趣味の中にも本気になれる部分があったとか、はい、受験のやることがあったとなると、やっぱなんかね、武器になるんだろうな。まあちょっと話今ずれてるなと今ふっと思ったんですけど、どんな仕事っていう系の話ですからね。そうですね、はい、まあでも、はい、なんて言うんですかね、はい、まあ、職場体験でいろんなことやられると思うんですけど、やっぱね、はい、皆さん結構ヨーヨーの仕事ついてみたいとかやってみたいとか考える方多いと思うんですよね。はい、はい、あのヨーヨー以外のことできる方がヨーヨーの仕事しやすいと思うんですよ。そうですね、はい、あのまあもちろんヨーヨーしかできないからヨーヨーの仕事する方もいますけど、はい、ヨーヨー以外のスキルがあった方がそのヨーヨーの仕事するときに、ヨーヨー以外のこんなことができるっていうのが逆にこっちでプラスになる。そうですね、はい、ヨーヨーしかできない人が多い中でですからね。はい、それこそ、はい、貴重な人材になり得る。そうですね、はい、もう本当にいろんな仕事を経験してみてもらった方が、特にまあ中学生だということなんでね、はい、はい、やっぱこれから高校生大学とかなんですけど、はい、まあ、ただ一個、まあやっぱね、もう本当個人的なアドバイスになるんですけど、はい、英語はできると何にでも。そうですね、本当に思います。これは、はい、そうです、はい、使わない、一生使わない職業もあります、はい、ただあって困ることは絶対にない。そうですね、ですよね、はい、どんな仕事でも、僕は本当それこそ酒屋とかパチンコ屋とかいろんなとこ行きましたけど、はい、英語があったらよかったなと思う場面が一度もなかった。しかもあんまないです。あ、なるほど。やっぱ海外の方来られますからね、はいはい、その時英語でパパパッと対応できたらやっぱりすごいスマートですし。そうですね、はい、やっぱそれだけで一個の武器になるんで、はい、せっかくヨーヨーって海外とつながれるんでね、はい、はい、英語に堪能になるとね、本当にすごい武器になるんで、はい、ぜひ試してみていただければなと思います。今年の世界大会もあるんで、ぜひいろんな海外の人と交流してみてください。そうですね、はい、よろしくお願いします。さあ、そして続いてのお便りですね、はい、はい、最後のお便りはオレンジ100さんですね、はい、はい、リワインの皆様こんばんは。いつも楽しく視聴させていただいております。早いものでもう12月ですね。そろそろリワインの TV が毎週放送になるんじゃないかと期待しているのですが、いかがでしょうか。そうです。さて、質問があります。皆さんはヨーヨープレイ中にフィンガーホールが緩んでしまうことはありませんか。私の場合ストリングの種類にもよりますが、結構頻繁に緩みます。何か緩みにくくする方法はないでしょうか。それとも綺麗にトリックを決めれば緩まないものなのでしょうか。ご教授のほどよろしくお願いいたします。なるほど、はい、はい、これはでもやっぱ緩むときは緩みますね、はい、緩むときは緩みます、はいはい、ただ一応緩みにくくする方法でおすすめしてる方法が、はい、これ僕の中身です、はい、見た通り。でこのフィンガーホールって実は、まあ実はっていうほどでもないんですけど、はい、まあ、向きがあるわけですよ。そうなんですよね。はい。この中指に取り付けるときに、この2本の、まあ、この元の輪ですね。元の輪が、自分から見て左側なのか右側なのかどうかを、親指側にあるかないかっていうことですよね。そうですね。はい。これを意識するだけで、実は変えてみるだけで、解決するかもしれません。そうですね。僕もすごい慣れたんです、これ。ああ、はい、なるほど。なんでこんなにずれるんだって思う。はいはいはい。こうなったときのストレス。ああ、やばいね。もうこの状態やりづらくてしょうがないですけど、はいはいはい、ただ投げ方の癖とかによるらしいんです。これはどっちかに行くと、ね、はいはい、僕の場合は小指側にこの2本の輪がある方、元の輪がある方が全然ずれないです。あ、でもね、そっちの方が基本的にはずれない。ワンエイワンという理由があって、はい、ブレーカーウェイで投げるときに基本的に人差し指かけたりするんで、はい、ヨーヨーが出ていく方向が、はい、このこっち側なんですよね。こっち側、はい、親指側の方向にヨーヨーが出ていくわけですよね、はい、その時にここで引っかかるんですよ。そうですね、こっちの方が、はい、なのでこっちの方がずれにくいです。なるほど、はい、基本的にはワンストリングトリック系はこっちの方がずれにくいはずです、はいはい、だから僕反対なんですよ。親指側なんですよ。はあ、でなるほど。ずれるから強制しようとしたこと何回もあるんですよね、はいはい、ただもうあまりに気持ち悪くて、もう未だにずっとそっちなんですけど、はい、まあ、ずれたらすぐ直すっていうのもあるんですけど、はい、1個っていうわけでもないですけどね、ジェットリーがずれて困ってたらしいんですよ、はい、おー、はい、なるほど、はい、実はでも僕が投げ方こうでこうで全然関係ない話もいいですね、はいはい、投げ方こうだからこうの方がいいよとかこの方が綺麗に見えるよってやってたら、はい、次の日に和樹に教えてもらったおかげでフィンガーホールがずれなくなった。へえ、うん、僕は癖でやってたんであんまりあれだったんですけど、はい、投げるときに人差し指に引っ掛けた方がいいよって言ったんですよ。ああ、これですね。そうです、はい、そうです、そうですね、まあ僕も親指側なんで、はい、こっちなんですけど、はい、こうジェットリー結構スロスときにこう投げてたんですよね。ああ、はいはいはい。でも投げるときこうやって揃えて指を閉じてた方が、はい、ここに引っ掛けた方が綺麗に見えるよって話してたんですよ。はいはい。で、これって人差し指に引っ掛かるから、ここの力がこっちに働きにくいんですよね。はいはい。でもジェットリーこのまんま投げてたら、この力がこっちに行くんで、はい、この輪の方向にだけ指ってそういうところでずれちゃうんで、はい、こっちに投げるときは輪の方向にずれちゃうんですよね。はい。はい。で、ここが人差し指にかけることで解消されて、ずれなくなった。へー、らしい。僕は結構もともと癖でやってたんで、はい、あんまり気にならなかったん
ですけど。なるほど。はい。っていうのは一個ありますね。すごい。それがあったからジェントル優勝したのかもしれません。やろ。いやでも大きいと思いますよ。まあ、あとはまあもちろん反対に強制するのもいいですけど、はい、僕反対に強制したら、はい、ちょっとずれた時に戻せなくなったんで嫌だったんですよね。ああ。なるほど。ちょっとずれた時に。ちょっとパッてパッて直すっていうのが癖になってて、はいはいはい、直せないっていうストレスの方が勝って、はい、もうこっち側に結局元戻ってきたんです。親指側になったんです。なるほど。はい、僕は強制しきった側ですね。そうですね。人によって違うんですけど、はいはい、まあこれ本当に人によって違うんで、まあ、これ反対にして違和感なければ試してみていただければなと思います。はい、あとまあ紐が硬いとずれます。ああそうですね、はいはい、ナイロン系は僕ずれてるんですけど、はい、まあ、すぐ直すっていうので、はい、なんとかみたいな。ポリの方が多分ずれにくいのかな。あーなるほど。あとまあすごい特殊なストリングだと対処しようがなかったりしますね。そうですね、いわゆる昔流行ったんですエンジェルヘアっていう。ああそうですね、はい、あれは無理でしたね。そうですね、なんか素材が、はい、あれ何でしたっけ、なんかすごいテラテラの。そう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 、はい、本当にフックしようと思ったら良さフックになるっていう。そう、はい、っていう本当に従来の2倍 1.5 倍から2倍回るっていうストリングだったんですけど、そういうストリングだともう柔らかすぎて硬すぎてなのか分かんないですけど、はい、なんか指が締まんないですよね。そうなんですよ、だから二重にしないと絶対ダメじゃん、あれは。そうですね、指からすっぽ抜けるんですよね、はい、だからそういうストリング使われてる場合はすいません無理です、はい、まあ、逆にそういう場合は二重にしてもらったら意外と解消できたり、ね、はい、しますね。いっそもうぐるぐるっと巻いてもらってね、二重巻きにしてもらって結構普通にそのストリング、はい、まあ普段から使ってたわけじゃないですけど、はい、それ使おうってやってダメだって結構一回やって、はい、もう一回こうやって、はい、もう一回輪っか作ってもう一回フィンガーホール作ってつけたら、はい、意外とずれなくなりました、はいはい、っていうのもあります。はい、はい、お試しください、はい、いろいろ試してみていただけ、自分にとってね一番ずれないのはずれると気持ち悪いんでね。そうですね、はい、はい、できるやつを探してみていただければなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。さあお便り以上ですね、はい、でまあもちろんね今年末かかってきております。はい、お便りの方いっぱい読まれた方には、はい、また今年もねプレゼント、はい、予定してますんで、今年はヨーヨー予定してるんでね、はい、ぜひこちらの方も試して今からいっぱい応募していただければ、はい、どっかのタイミングでお便りスペシャルやりたいなと思ってるんで。そうですね、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、さあそれでは、はい、今回のメインの、メインというかね、はい、キャンペーンの、そうです。はい、方に行きましょう。はい。はい、今週始まりましたキャンペーン、はい、リマインドリコメンド、はい、年末スペシャル。年末スペシャルです。ということで、はい、まあ、毎年恒例になってきました。はい。リマインドリコメンド、まあ、簡単に、もうそのままです。はい。リマインドのおすすめヨーヨーを、なんかしますっていうキャンペーン。そうですね。はい、わかりました。世の中いっぱいヨーヨーがあって、はい、リマインドにはもう山盛りヨーヨーがあります。そうです。400種類以上あります。はい。で、やっぱ僕らもついついね、はい、おすすめのヨーヨーこれ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 の中ならどれでもいいよとか言っちゃうんですよ。そうですね、あこれがいいんですね、こういうのが欲しいですね、じゃあこれ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 、いやそういうんじゃなくて、はい、1個決めてくれって思う時あると思うんですよね。はいはい、分かんないから迷わさないでくれ。そうですね、はい、まあやっぱさらにその中でもできるだけ絞って絞って、はい、今後選んでみようと、はい、で例年結構ここ 2,3 年はやっぱ一人一人がテーマ出すことが多かったんですよね。そうですね、はい、あるテーマについて僕はこれ僕はこれ僕はこれみたいな、はい、で今回一回こうリワインドのメンバーのおすすめってなんだろう。そうですね、リワインドとしておすすめのものはなんだろうって、ね、全員の総意で、はいはい、ちょっと選んでみようかなと、思いまして、はいはい、今回はあるテーマに沿ってやっています。はい、で今回のテーマがですね、はい、鉄板機種、はい、まあ今リワインドの方鉄板機種、そうですね、はい、ですね、はい、鉄板機種、そしてソロハム、ソロハム、はい、もうこれソロハムはもうふっと出てきたぐらいのもんですね、はい、ソロハムでもやりたいって人もすごい多くて、そうですね、何がいいですかって言われると、はい、はい、したらまあこれかなというのを今回やってみました、はい、そしてあとはライトアップ、ライトアップ、はい、これまあやっぱ冬になるとねイルミネーションが、はい、はい、あるということで、あとやっぱね夜のイベント、クリスマス会もそうですし、はい、はい、夜間のイベントも増えてきます、はい、そこでやっぱね光るヨーヨーでやるともう圧倒的に本当にね、はい、もう全然受けが違います、そうですね、はい、もう本当にね倍どころじゃないぐらい受けますね、そうですね、はい、ヨーヨー光っとるだけで受けます、はい、あーヨーヨー光ってるー何もやってない何もやってないまだ振ってない、はい、そうですレベルで受けます。しかも最近綺麗なんですね光り方がね、はい、最近は綺麗になってるんでね、はい、こちらの方1個持ってるとねいざという時に対処できます、はい、とあとはこちらですね、普及用、はい、やっぱ最近ねこうヨーヨー普及したいとか、はい、おすすめしたい、はい、でも何がいいかわからないとか、はい、なんかイベントがあるんで安くていっぱいヨーヨーが欲しいとか、はい、まあ、親戚にあげたいとかね、はいはい、友達がやりたいと言ってるとか、そういう時のためのおすすめのヨーヨー、そうです、はい、こちらの方を今回紹介していきたいなと思います。特にパーティーシーズンでもありますからね。そうですね、はい、人が多く集まるところで、はいはい、みんなでやってみたらみたいな、はい、みたいな評価がありますんで、はい、ぜひねこちらの方をチェックしてください。さあそれではまず、鉄板機種から順番に説明して
きましょう、はい、まず鉄板騎士なんですが、はいはい、今回も鉄板騎士でうちの鉄板騎士でこれを外すわけにいかないなと、そうですね、ということで、はいはい、今回クラウンセッティングキャンペーン年末スペシャルと、はい、いうことで、はい、こちらクラウンですね、はい、はい、なんだかんだであれですね、4周年記念から、誕生日から、はい、で3回目の実施になるんですけども、はい、今回ちょっと一味違いまして、はい、まあ好評いただいているということでですね、はいはい、今やっぱり最初からオイルがついてたり長さが決まっていたりとか、はい、そういうのは安心感あるんだと思います、はい、そうですね、はい、でせっかくなんで、今回のセッティングキャンペーンは、僕らがセッティングしたものに、そう、セッティングに使ったものもつけようと。そうですね。はい。そういうキャンペーンになっております。それがこういうセットでございます。はい。はい。まず、クラウン、起動セッティングということで、はい、こちら紹介させていただきます。はい。こちら、画像にあります通り、ヨーヨーとストリング、オイル、そしてパッドの予備ですね。はい。はい、こちらが付属しても値段そのままというセットになっております。はい。はい。はい、で、しかもここに、まあ僕、起動ですね、はい。そのセッティングが、ついてきますと。そうですね。はい。もう実際長さもですね、僕が使っている長さにセッティングして、で、オイルも僕が使っているものと同じようなセッティングということで、はい、同じ量だけ作らせていただきます。はい。はい、そういうセッティングになっております。で、結構僕にとってはこれが黄金比っていうセッティングなんで、もちろん自信があります。はい。はい。はい、で、もちろんそれを使っていただいて、あ、これがいいってなったらそのまま予備のものを使っていただければと思いますし、はい、まあ、それが一個選択肢としてセッティングの選択肢として、まあ、自分の頭の中にいただくもよしっていう感じで、はい、お勧めしております。はい、まあ、試しにね、使ってみて、やっぱこう、セッティングって自分のセッティングが固まっちゃうと、はい、いろんなの試すけど、はい、何が結局良かったんだろうと思っちゃうんですよね。そうですね。はい、で、一個指針としてね、はい、あの人がこういうセッティングでああいうプレーをやってるんだったら、はい、このセッティングが一個のベースになるとか、はい、はい、これをちょっとこうしたい、ああしたいっていうのがだん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 定まってくると思うんですよね。はい。はい、もちろん純正でも十分使いやすいんですけど、はい、そこからまあ、他の人は何をやってるっていうのがね、参考になればなと。はい、でですね、このクラウンなんですけど、はい、実は僕も今使ってるんですよね。そうです。はい。はい、結構メインにクラウンをよく使ってるんで、はい、今回総選挙の時もね、戻ってきたって言ってましたね。一周回って、はい、はい、クラウンに持ってきたんで、はい、で、まあ、せっかくなんでね、はい、はい、クラウンのセッティングキャンペーン、僕の今のセッティングを、はい、はい、ぜひ試してもらおうかなということで、こちらですね。はい。はい、クラウンと、はい、ケーストリングのナイロンノーマル、はい、はい、こちらのイエローを使ってます。そうですね、僕がポリなんで、はい、ここでまず違います。そうですね、これ違いがありますね、はい、で、まあ、ストリングトリックオイル使ったりとかシステムの純正のパーツ使ってるっていうのは一緒なんですけど、はい、あとはチタンアクセル僕入れてるんですよね、はい、最近。そうですね、はい、はい、先日入荷しました国内ベンダー の、はい、チタンアクセル、こちらの10番が C3 のものと交換性ありますので、はい、こちらの方使ってるんですけど、はい、だいぶフィーリング変わるんですよね。なるほど。はい、やっぱちょっと回転が強くなって安定するような僕は雰囲気になるんですけど、もちろんステンアクセルの方が、操作性はいいんじゃないかなとか、はい、はい、っていう感じもあるんですけど、まあ、よりちょっとソリッド感みたいなのがね、はい、強くなる、まあ、紐が細いのもありまして、はい、だいぶね、僕のセッティングと深夜のセッティング同じクラウンでも違う表情が出てるんじゃないかなと。そうですね、いうことですね。まあ、どっちが使いやすいというのは本当好みです、はい、どっちも一つの、はい、回答だろうなと思いますんでね、はい、ぜひこちらの方も試してみていただければなと思います。はい、でこちらもお値段そのままです、ね、そのままですね、はい、で、このクラウンのセッティングキャンペーンなんですけど、どちらのクラウンもですね、色が選べるようになってますので、はい、そうですね、はい、はい、ランダムではございません。こちら選べるようになっております、はい、好きなカラーを選んでください。選んでください、よろしくお願いします。さあ、そして続いてのキャンペーン商品ですね、はい、続いてルーピングといえばこのようです。はい、ループ1080、はい、こちらでございます。ループ1080の2個セット、はい、そして今回はなんと、はい、ケーストが、はい、ついてきます、はい、きます。で、はい、再々僕ら言ってました、はい、スターバーストのヨーヨーに、はい、ポリエステルの紐を使わないでくださいと、はい、はい、切れてしまいますと、はい、ですが実はなんですけど、はい、ずっとね、はい、僕らも思ってたんですよ、はい、切れる場合と切れない場合の差はなんだろうと。そうですね、はい、もちろん切れる場合もあります、はい、で切れる場合なんとなく当たりはついてたんですけど、はい、やっぱりこう切れないって言っちゃうと切れる場合のでも使っちゃう人が多いんですよ。そうですね、はい、使えるって言ったから使ったら切れちゃった、はい、だからこう絶対切れないポジションを見つけてからにしたいと考えてたわけですよ、はい、常々、はい、で僕もそうですし、木戸も、はい、はい、度重なるテストを、はい、はい、協力してもらって、はい、はい、このセッティングはまず切れないだろうと、はい、はい、いうようなものを見つけました。で、まあ、そこからね、元に、なぜ切れるのか、はい、そしてなぜ切れないのか、はい、それの方をね、いろいろまとめた、スターバーストとプレステルのストリングっていうね、はい、ちょっとコラムを書いてみましたんで、はい、ぜひそちらの方を参考にしてみていただければなと思います。はい、要は、純正の、ループ900ってものすごいギャップが狭くて、ループ900、はい、はい、ループ1080ですね、1080、はい、ものすごいスペースが薄いんですよね、はい、これのおかげでやっぱ戻り食いつきがいいんで、はい、初心者の方はやりやすいかもしれないんですけど、はい、やっぱりしかもギャップが狭くなると、はい、どこでも戻りの強さがどれぐらいか分かんない人はいっぱいまで占めるわけですよ、はい、
はい、ってなるとやっぱりそれだけ摩擦がすごく強くなると、はいはい、で僕も調べたんですけど、はい、コットンとナイロンとポリって、はい、熱単体には実はポリの方が強いらしいんです。なるほど、はい、ただ摩擦熱に関してはナイロンの方が弱い、ポリの方が弱いらしいんです。おー、なるほど。よく練習着とかジャージとかにナイロン使われてるやつが、はい、なんかの、まあ、多分ボールとかでもそうですけど摩擦でチュッて擦ってるから、はい、テカテカになるんですよね。 あれは若干溶けてるんですよね、はいはい、では、まあ、穴が開いちゃうとか、はい、あれはやっぱ摩擦熱に弱い一個に、はい、照明になるんですけど、なるほど、はい、ただ引っ張ったりするこっちの体勢については、はい、圧倒的にポリエステルの方が強いです。そうですね、はい、まあ、実際ねコットンの紐だとすぐ切れちゃうんで、はい、はい、それを今はねポリエステル混ぜてるんで、ポリを混ぜれば強くなるならポリだけの方が強いじゃんと。はい、そうですね、はい、特にルーピングはすごい行ったり来たりが激しいんでね、はい、やっぱり強いものの方がいいのではないかと、はい、その辺も加味しましてポリエステルをなんとか使えないかと、はい、はい、いろいろ試したところ、ヨメガのスペーサーのブラック、はい、あれの厚みのループ1080でギャップをギリギリまで締めなければ、はい、基本的にはポリエステルも切れないと。そうですね、はい、結構僕も深夜もそれでポリエステルの紐で練習してたりして、はい、練習会とか来てくれてた方たまに見てたと思うんですけど、はい、実は結構ポリエステルの紐使ってテストしてたんですよね。そうですね、だ溶けて切れたことは一度もありませんでした。はい、何万回でループしてるはずなんですけどね。そうですね、はい、はい、で今度は逆にじゃあ何でも切れないんじゃないって思っちゃうと思うんですよ。はい、ところがそんなことはないんです、はい、純正の状態で結構締めた状態でポリエステルの紐を使った時に、はい、もちろん全部が切れるわけじゃないですけど、切れないものもあるんですけど切れるものもありました、はい、で切れるのは絶対切れるんです、はい、何回やってもなんか10分とかで切れちゃうんですね、スマホでやると、はい、ただそれをゴジゴジをするとやっぱ切れなくなるんです。なるほど、はあ、やっぱそこは関係するんだな、はいはい、でそういうのもやっぱりスペーサーを調整したりとかギャップを調整したら切れなくなったんで、はい、そのセッティングでぜひねちょっと試してみてもらいたいと。なるほど、はい、いうことでね、はい、今回そちらも全部コンビにしてセッティング、はい、そしてポリエステル のケーストリング、こちらもおまけで付けさせていただきます、はい、こちらのセッティングぜひね試してもらって、はい、今までのルーピングと全く違う感触になりますんで、はい、ぜひ試してみていただきたいなと思います。はい、はい、でこちらもカラーが選べるようになって、ね、そうですね、こちらもカラーが選べます。はい、エメラルドグリーンかグローブラックキャップかホワイトグローの3色から選べる。3色から、はい、やっぱ2個セットなんでね、はい、ちょっとねもう残りの色がないやつは選べないっていうわけですよね、はい、そうですね、はい、まだ比較的ってことに在庫があるものだけですが、はい、ちょっと選んでもらおうと、せっかくなんで好きな色でやってもらいたいなと思うことなんで、はい、ぜひこちらの方を試してみていただければなと思います。しかも価格がちょっと1000円ぐらい安くなってます。そうですね、はい、お席は90になっております。ぜひこう試してみていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、さあそして続いてはこちらの、こちらも定番中の定番ですね。そうですね、はい、はい、こちらプロトスターノーススターセット、はい、はい、こちらはもうプロトスターといえば、はい、もうやっぱり発売以来誰もが愛してやまない機種ですよ。そうですね、発売から5年経ちますが、はい、はい、未だにねやっぱうちでも定番としておすすめできる、そうですね、ロングセラーやん、ロングセラーのラインナップでございます、はい、でやっぱ未だに新しい色が出るってことで、やっぱりそれだけ愛され続けてるわけですよ、はい、そうですね、はい、でそしてこのノーススター、はい、ノーススターも一時期は廃盤になってたんですけど、はい、やはり人気が強かったんでしょう、はい、復活してきました。そうです、はい、でこちらの方の2機種なんですが、どっちがいいというわけではありません、はい、どっちも好みによって、はい、どっちこっちがいいという方もいればこっちがいいという方もいるでしょう。透明に絡みたら同じ色ですからね。そうですね、はい、ただやっぱ振ると明らかに性格が違う。そうです、はい、ぜひのこう試してみていただきたいということで、なんと今回はこれ2個セットになったのに1個分の値段で、はい、はい、バイワンゲットワンフリーみたいなですね。そうですね、はい、ですので、ただしちょっとカラーはランダムに、はい、はい、なってしまいます、はい、こちらね友達と一緒にね使ってみるもよし、はい、自分で2個試しに振ってみるもよし、はい、なんか2個あるんでね、1個自分用、はい、1個プレゼントだったりとか。そうですね、ちょうどやっぱこうバインド初めてだったりちょっと用意できるんだったらちょっと高性能のものが欲しいってなった時に、はい、今もう安くて初めてのバインドにおすすめの機種いっぱいあります、はい、でもまあ叶うことならちょっと上のランクのものが欲しいじゃないですか。そうですね、はい、でもメタルは怖い、もうそんな時に一番いいところにいるんですよプロトスター。そうですね、はい、プロトスターノーススター、これ本当に初めてのバインドのところから結構長いこと使える機種なんで、はい、もう本当プレゼントにも最適だと思います。これもらってってなる人あんまりないと思う。そうですね、山ほど持ってる、もう10個ぐらい持ってるんだけどって人じゃない限りは、はい、うわープロトスター持ってなかったんだって人は本当使ってみてください。はい、はい、もう5年前の機種と思えないです。そうですね、はい、現役バリバリの機種でございます。はい、ぜひねこちらの方プレゼントにもよし、一部で使うもよし、はい、じゃあセットぜひお見逃しなくということで、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。
さあ、そして続いてなんですが、はい、今回初めての試みです、はい、ソロハムセット。ソロハムセット出ました、はい、ソロハムセット、はい、やっぱね、練習会でもソロハムやってる方、練習してる方多いです。そうですね。そしてできてる方も多いです。はい、はい、やっぱまあ、もちろんね、某世界チャンピオンみたいなね、はい、バリバリのようなトリックはなかなか、ね、なんとか回すとかまではね、はい、結構みんないけたりするんですよね。はい、はい、というわけでね、ぜひチャレンジしてみたいけど、はい、やっぱこう思い切りがないとチャレンジできない方多いと思うんですよね。そうですね。ブーストマス2個揃えなきゃいけない、はい、1個でも大変なのに、はい、はい、っていうのをちょっと背中を押す意味で、はい、試してみてくださいと、はい、いうことでソロハムセットを今回作ってみました。はい、まず1個目がスカイホーク2個セット。はい、こんな感じですね、はい、こちらね、はい、スカイホークダンカンの、はい、オフステリング機種また新しいもので、はい、でこちら使って全米大会、はい、ザックルビーノが、はいはい、優勝したという。優勝しましたね。4ヶ月前までここにいたんですよ。そうなんですよ。はい、はい、でここにいてずっとスカイホーク使ってたんですよ。はい、でスカイホーク使って今まさに僕らが放送してるこの部屋でそう、はい、練習したんですよ。はい、だからお店に来ると不自然な縦筋の中が無数についてるんですよ。そう、無数ですよね、はい、はい、これ全部犯人ザックです。そう、はい、なんかイノシシでも来たんかそう、爪の跡みたいな、爪の跡みたいな、はい、野生動物が一回暴れたんかみたいな爪の跡があるんですが、はい、全部ザックの爪の跡です、ね、そう、ザックの爪の跡です、ね、爪跡残していきましたね、あいつ。はい、はい、まあもちろんね、こちらソロハンにも使っていただけたらいいんじゃないかということ で今回セットにしてみいました。はい、でセットにしたってだけじゃなくてですね、はいはい、今回なんとノンブランドのサイズ A のベアリングがついてくるんですよ。そうです、はいはい、これスペーサーひっくり返すと、はい、実はサイズ C とサイズ A が使い分けができるんです。そうですね、はい、まあ、ですのでそれこそフィーリング、回転力、そういったものをね感じていただいて、では両方を使い比べていただいて、はい、っていうこともできますん で、 そうです、ね、せっかくなのでスカイホークの魅力をね、そうですね、まあ、1個プラス良いでもいいですし、ソロハムでもいいですし、はい、まあ、フルに堪能していただければと。そうですね、はい、はい、思います。でこちらスカイホーク、やっぱ若干幅が広いのと、はい、ウエイトが入ってるんで回転力強いっていう2つが合わせて、ね、はい、すごいソロハムやりやすいです、はい、はい、でまた、あ、やりやすいです、僕できないんですけどねはい、すごいやりやすいで評判なんで、はい、ぜひ、ね、こちらでソロハムチャレンジしていただければなと思います。2個セットなのに安くなってますんで、はい、通常3500円なんで2個で7000円なんですけど、はい、ベアリングがついて6000円となっておりますんで、はい、ぜひ試していただければなと思います、はい、よろしくお願いします。6000円、はい、6000円です。はい、はい、これこっちが間違ってます。はい、はい、よろしくお願いしますはい、はい、そして、はい、新しくこれごめんなさい、カラーランダムです、はい、残りの在庫の関係がありますんでカラーランダムとなってますんで、はい、よろしくお願いします。さあ、そしてソロハムセットもう1個あります、はい、もう1個はもうちょっと値段を安くしたものです。こちら、はい、アシルカムイライトの2個セット。そうですね、はい、もう美しい、このオフストリング初めての機種の、はい、定番中の定番ですよね。そうですね、はい、もう今となってはもうこれからオフストリングの入り口はものすごい広がったと。はい、はい、それまでやっぱりね、このぐらいの価格帯の用意はありはしたんですけど、はい、やっぱりね、まあ、よく知ってるとか出してるわけじゃないとか、本当に手を出して大丈夫かなとか、やっぱ壊れやすいんじゃないかなとか、いろんな不安が皆さんあったと思うんですよ、はい、もうここで、オフストリング専門メーカーが、はいはい、満を持して出してきた、このアシルカムイライト、はい、これでオフストリングを始めた方もものすごいいっぱいいると思います。そうですね、逆にこのヨーヨーが出たから、オフストリングの、低価格で始められる性能高いライン、ものすごい増えたと言っても過言ではないでしょう。そうですね、はい、このヨーヨー出るまで最低価格5000円とか4000円とかそのぐらいでしたよね。まあ、2000円とかのヨーヨーもあったけど、やっぱり強度的に不安があったりとか、はい、やはり5000円ぐらいのものを使わないとなかなかね、はい、すぐ壊れちゃうんじゃないかなと不安が多かった分野ですからね。そうですね、はい、結構常識を覆したヨーヨーでございます。そうですね、はい、でこちらも、まあ、ただのセットっていうわけじゃない。はい、はい、まあ、先ほどの写真もう一度出しますけど、これ下の方にパーツがいっぱいありますよ。はい、はい、まあ、こちらアシルカムイライト、せっかくなんでね、まあ、こちらもアシルカムイライトの性能をフルに堪能していこうということで、はい、いろんなパーツがついてます、はいはい、まあ、ギャップ調整用リング4つと、はい、あと、まあ、ワッシャーですね、こちら厚みが違うものが4枚ずつ、はい、0.8mm4 枚と 1.、まあ、1mm が4枚ずつ、はい、こちら入っております、はい、はい、まあ、ヨーヨー2個にフルに使えるわけですね。そうですね、はい、ではちょっとソロハンもこれで。そうですね、はい、結構ナンバー練習会ではこれを練習してる方多いですね。ああ、なるほど、はい、で、まあ、実際回してる方もいますんで、はい、これ本当に入り口にもいいですし、まあ、逆にね、まあ、もちろんソロハムセットと言ってますが、はい、もちろん1個ずつ2人で使っても構いません。はい、もういろんな楽しみ方があると思いますんで、はい、ぜひこれを機にオフストリングみんなでチャレンジしていただきたいなという感じですね。はい、こちらがですね、3002個で本来は6000円なにセットのパーツがいっぱいついてるんですけど、はい、もう今回5000円で、はい、はい、させてもらってますんで、はい、ぜひのこちらの方も試してみていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。こちらもカーランダムです、ごめんなさい。はい、はい、よろしくお願いします。
さあ、そして続いてはですね、はい、イルミネーションにかけまして、はい、ライトアップのヨーヨー揃えました。はい。はい、面白いですね。はい、4種類のヨーヨーが揃えられております。はい。まずはこちらから紹介させていただきます。はい。じゃーんと。FH0 パルステクノロジーですね。はい。はい、まあ、これも個人的には光るヨーヨーの中で革命が起きた1個だと思うんですけど。そうですね。はい。あの、まあまあ、1A3A ハイウェイで使える。しかも最初から、はい、まあ、レセス状態ですね。はい、今では当たり前となっておりますが、はい、バッドがボディと兵隊になっているっていう、はい、まあ、非常に滑りが良く、最初からバインド仕様を前提に、はい、作られているモデル。まあ、それの光るヨーヨー。そうですね。はい。アケポンで、この性能で光るっていうのは、神がかかってますよ。はい。だから、パフォーマンスの依頼が入ったとか、はい、あ、この時、何か光を持ってきてってなった時に、これがあれば大丈夫ってすごいですね。はい。はい。まあ、っていうソフトになってます。しかもこれ、5A、はい。はい、使えます。ライトアップカウントがついてますので、はい、もう、こっちの光り方も綺麗なんですよね。そうですね。はい。はい、青単色で光るダイスと、はい、こちらマルチカラーに光るパルステクノロジーっていうのがやっておりまして、はいはい、まあ、カウンターウェイトがちょっとできるだけで、はい、かなり目立つパフォーマンスになると思うんですね。おーと。そうですね。もうなんならね、本当に一回試してください。バッとヨーヨーって乗せて、はい、振り回してるだけでちょっとおーって言われますから。そうですね。ブン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 ってやっただけで、はい、すごいみたいな。そうですね。回してるだけで良いじゃない方みたいな。そうですね。360、ビースティング、プロペラ、はい、そしてヘリコプターってやったらもうヒーローです。そうですね。はい。まあ、でもそこまでしなくても、本当に 1A やりながら、たまにダイスを振り回すだけで、はい、アクセントになったりするんでね。要は使い方です。5A のダイスだからって、はい、5Aする必要ないんですよ。そうです。できないなら 1A やって、はい、ところどころでダイスを振り回して、はい、拍手って振り回してもいいです、はい、もうそんないろんな使い方できますんでね、はい、ぜひこちらの方も試していただきたいなと思います。なんならこれ引き戻しでも使っても使えたと思いますので。そうですね、はいはい、オイルを足して太めのストリングを使えば十分引き戻しの人も使えますんで、はい、そういった使い方もいいんじゃないでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。でもう一つ光るヨーヨーといえばこれっていうのが、ね、はい、こちらパルス、パルス、はい、まあ、パルステクノロジーというぐらいですから、そちらの、まあ、元になったというのも過言ではない、はいはいはい、光るヨーヨーのルーピングタイプのヨーヨーでございます、はいはい、もうしばらくずっとこれ一本でしたね。そうですね、光るルーピングヨーヨーといえば、はい、シャクラーがね、はい、2009年だっけ、2010年世界大会優勝した時に、はいはい、光るヨーヨーのパフォーマンスで、はいはい、ものすごい一世を風靡しました、はい、あの後本当にパルスは有名だったね、はい、そうですね、もともと有名だったんですけど、やっぱシャクラが1回やってから爆発的にヒットしたと言っても過言ではないぐらい。そうですね、はい、はい、しかも今になってまだ新しいボディカラーが出てくるっていうね。そうですね、はい、はい、人気ぶりが伺えますね。はい、はい、でこちらパルスももちろんね、これ単体でもいいですし、ダブルハンデでもいいですし、そうですね、なんならパフォーマンスっていうことで言うんであれば、先ほどの FH0 パルステクノロジー組み合わせてもらって、はい、1A 続いたパフォーマンス続けていただければ、そうですね、より迫力のある演出になるんじゃないかなと思います。そうですね、はい、というわけでこちらのパルスもね、こちらは割引がかかっておりまして、そうですね、はい、1720円のところが1290円と、はい、およそ 30% オフですね。そうですね、はい、先ほどのパルステクノロジーの FH0、 こちらも3390円から2490円。そうですね、はい、こちらも 30% オフになっておりますので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ダンカンからは以上2機種でございます、はい、続きまして、最近まではね、ルーピングがパルス1個って言ったんですけど、はい、つい最近ですね、はい、はい、ライブルが登場しました。そうですね、はい、ヨメガから、はい、はい、こちらスペクトラム、スペクトラムですね、出ましたね。 いやこれも結構待望でしたよね。そうですね、はい、はい、いわゆるファイヤーボールシェイプの光ヨーヨー、はい、はい、これで余ってたんだよって人多かったと思います。なぜ今までなかったんだと。そうですね、はい、はい、という機種なんでございますが、はい、このスペクトラムかなり発売からずっと売れてるうちでも人気機種の一つですね。はい、はい、まあ、結構これ元々のスペックからなんでしょうかね、はい、結構、まあ、もちろんこのままでルーピングもできるんですけど、はい、結構ストリングトリックもね、できちゃうんですよね。やっぱファイアーボールで最初みんないろんなの覚えたと思うんですけど、はい、近い感覚はありますね。そうですね、はい、はい、パルスの方はどっちかというともうガッチガチのルーピング特化っていう印象なんですよ。はい、ただこっちは1も2も比較的そのままでやりやすいっていう、そうですね、はい、はい、ものになっております。まあ、もちろんルーピング設定しまってもいいし、そうですね、はい、はい、というものなんで、しかも、まあ、もちろんシェイプがファイアーボール形状ということでかなり馴染み深い選手は多いと思いますんでね、はい、結構、まあ、なんか記念に1個持ってくぐらいの人も結構多いので、そうですね、はい、この機会にぜひ手に取っていただければ、試してみていただければなと思います。はい、でこちらが1890円のところ1290円、はい、はい、これまた約 30% となっております、はい、よろしくお願いします。
そして最後の1個ですね、はい、こちらこれはつい最近出たばかりです。はい、はい、こちらハブスタックアフターグロー USA コレクション。 USA コレクションですね。はい、はい、アフターグローって言ってから透明やってなるんですけど、そう、はい、それは思いましたね。はい、はい、違うんですよ。こちらこれもちゃんと光る LED が入ってるんですよね。そうですね、はい、はい、でこの LED 入ってるんですけど、こちら赤と青に光るんですよ。そう、2色に光るんですよね。はい、はい、USA コレクションって他のやつは全部、うん、まあ、あの結構分かりやすく赤と青が入ってたりするんですけど、はい、これパッと見はただのまあ普通のクリアなんですよ。そうですね、はい、はい、なんですけど、まあ、回すとねちゃんとあの赤に赤と青に光るっていう風になってるんです、はい、これで見え多分見えてないと思うんですけど、あ、見えてる、あ、見えてるね、はい、こんな感じですね。こちら2色に光るっていうものになってます。これ両方光ると綺麗なんですよ。そうですね、はい、でこれもあの、まあ、フェイツルと同じような使い方で 1A に特化しておりまして、はい、何これハブスタック使えるわけですよ。はい、なんならセッティング変えてもらってもいいですし、そのままでもいいですけど、まあヨーヨー興味ある方とか、はい、はい、そういった方にですね、もうこれハブスタックを握ってもらってヨーヨーバーって回してあげるだけで、そしたら目の前で光るわけですからね。そうですね、はい、りますよ。俺にもこんな光るヨーが使えるんだってなりますからね。はい、はい、テンション上がりますよ。はい、はい、でこちらの、まあ、ハブスタックアフターグローなんですけど、はい、はい、こちら価格2990円から2490円と、はい、通常版のハブスタックと同じ価格になったわけですね。そうですね、はい、っていうちょっとまあお得な、はい、価格になっておりますので、はい、こちらの方もぜひチェックしてみてください。ぜひよろしくお願いします。ということでライトアップが4機種以上ですね。以上ですね、はい、ぜひパフォーマンスに役立ててください、はい、さあそしてそのパフォーマンスの時によくやっぱ言われるのが、はい、あのヨーヨーどこで買ったらいいですか、売ってないですか、どこで手に入れたらいいですか、はい、やっぱね、通販、まあ、売り場とか紹介してくださる方も多いんですけど、はい、やっぱり通信販売って一個ハードル高いんですよ、はい、そうですね、はい、やっぱなかなかね、当たり前のようにインターネットを使えるわけがない人も多かったりするんで、はい、結構ねパフォーマーさんとかからあの安くていっぱいヨーヨーないですかと、はい、それをあのぜひその場で、まあ、儲けたいわけじゃなくって、ぜひヨーヨーで入り口に使いたいと、はい、いうことでね、あの相談を受けることもありますんで、はい、普及用のセット、通常はねアトムの6個セットをいつも販売してるんですけど、はい、今回はちょっと増やしてみました、はい、あとアトム10個セット10個セット、はい、こんな感じです、はい、じゃあ、はい、まあ、箱にするとこんな感じで、そうですね、結構それなりに右手に重量がかかってます、はい、10個だから単純に倍の重10倍の重さがかかってるわけですね。そうですね、はいはい、これはあの皆さんのディスプレイがおかしいんじゃなくて箱が曲がってるんです。そうですね、はい、という重さ、まあ、あとは実際うちの中でも、まあ、本当にビギナー向けの機種としてはナンバーワンの、はい、はい、で、まあ、実際あのジャパンヨーヨーツアーとかでも、はい、あの、まあ、特に初心者用のヨーヨーとしてはかなり売れている。そうですね、はい、みんなから信頼されている、はい、モデルでございます。はい、はい、まあ、あとこれも結構、まあ、もちろんビギナー向けっていうことなんで、はい、はい、結構かなり幅広いトリックに対応しております。はい、はい、で、あのこちら DVD もそうですね、 DVD も1枚につき、はい、あのヨーヨー1個につき1枚分なんで10枚ついて、はい、なおかつあのストリングも30本ついてくるんで、はい、3本ずつ一緒にあげることもできる。はい、やっぱ1本だとすぐなくなっちゃって、はい、何回かあったんですけど、はい、紐が切れてヨーヨーできなくなったっていう相談を受けることがあるんですよね。そうですね、はい、予備の紐っていう感覚がないんですよね、はいはい、また買わなきゃいけないから今買えないみたいな、はい、紐を買ったらいいよみたいなこと言ったら、はい、キョトンってなるんですよね。そうですね、はい、紐を変えるんだっていう、はい、そういう意味ではやっぱ予備の紐を一緒にあげることによって、はい、紐って予備が必要なもんなんだと。そうですね、まず1個ね、覚えてもらうっていう意味もありますんで、はい、あの予備の紐と一緒にねプレゼントしていただけるとこちらの方も喜ばれるのではないかなと思います。はい、はい、でもちろんあのこのアトムの、まあ、この1個の性能で、はいはい、DVD のトリックも、まあ、はい、全部クリアできるので、クリアできるんで、はい、はい、なってますんで、はい、まあ、多少難しいトリックもありますけど基本的にはこれ1個でクリアできてしまうものなので、はい、はい、ぜひこちらお試しあるということ で、 で、ね、はい、DVD セットで、はいはい、こちらも5490円ですね。そうですね、はい、はい、ほぼ半額で す、1個あたり5500円ですからね。そうですね、550円ですね。550円、はい、安くなってますんで、はい、はい、ぜひこちら、しかも DVD とかもついてきますからね。そうですね、はい、通常本当に 50% オフとなっておりまして、はい、ぜひ試してみていただければなと、はい、結構ねあのライトアップのヨーヨーをやってると、はい、バーッと寄ってくるんですよね、はい、みんなで光るヨーヨーが珍しくて、はい、ちょっと欲しくなるんですけど、はい、ちょっとやったら大体ちゃんとしたヨーヨーが欲しいって言うんですよ。そうですね、はい、よくね僕らもお祭りで500円で光るヨーヨーあるよとか言うんですけど、はい、1000円でもちゃんとしたヨーヨーがいいみたいなね、はい、やっぱみんなふっと本気になるんで、はい、まあ、これは結構おすすめです。ぜひ使ってみてください。はい、よろしくお願いします。でこれだけじゃないんです。はい、はい、これ実はあのもう一つ、はい、まあ、これはヨーヨーファクトリーさんからですね、はいはい、ワンスターが、こちらですね、はい、セットなんですけど、はい、ただのワンスターじゃないんですよ。そうです、はいはい、皆さんご存知でしたか。実はワンスター引き戻しにできます、はい、そうなんですよ、はい、薄型ベアリングが搭載できるんです、はい、若干ですけど、はい、このここが物によってはちょっと出るものの場合もあります、はい、ただまあ基本的には問題なく使用してもらえると、はい、いくつかテストはしたんですけど、はい、これはね試してみたんですけど、はい、
ものすごいいいヨーヨーになります。そうですね。はい、まあ、うちにもスピードホリックがあって、スピードホリックのビギナー仕様、はい、はい、こちらの方でね引き戻しにできるヨーヨーがあったんですけど、はい、まあ、もう感覚が近いですよね。そうですね。ものすごい、もともとバインドヨーヨーだから回転力強いのに、はい、それがあの引き戻しで使えるから、はい、しっかり回るんですよ。そうですね。で結構いろんなところでイベントであのサンプルのヨーヨーいろんな人使ってもらったんですけど、はい、回転がある程度強いヨーヨーって、はい、最初投げる力が弱くても、はい、勝手にまっすぐ投げれるんで、はい、結構当たり前のようにスリーパーができるようになるんですよ、ね、そうですね、はい、最初の1個のスリーパーを覚えてもらうっていうハードルが限りなく低くなるんで、はい、はい、これはビギナー用ヨーヨーですごいおすすめだって気づいて何かに使えないかなとずっと思ってたんですよね、はい、はい、実はということで今回ねそのビギナーセットということで、はい、アトムのあワンスターの引き戻しのセット3個セットにして、はいはい、今回提供させていただきたいなと思います。はい、はい、ですいません、こちらカラーはランダムですね。そうです、これはごめんなさい、カラーランダムです。はい、はい、ただ3個セットで相当お安い。そうですね、はい、2,990円。そうですね、3000円、はい、でしかもあの薄型ベアリングに最初から僕らがこう調整していきますけど、はい、ただ最初から入ってたベアリング、はい、あのフラットノブだったりセンタートラックだったりするんですけど、はい、それはもちろんそのままお付けしております。はい、ですので例えばプレゼントした子がちょっと上手くなって、はい、なんかもうちょっとレベル高いやつやりたいってなったら、はい、ベアリングをそのまま付け替えてあげれば、はい、バインド仕様になるわけですよ。そうです。であとやっぱりたまっていうか結構いろんなイベント先で見るんですけど、はい、あのハイパーヨーヨーやってたから、はい、結構できると。はい、ただバインドはやったことない、はい、見てるとムーンサルトだったりとかブレインツイスターとかは、まあ、持ってたヨーヨーが悪いからできなかったけど、はい、ちゃんとしたヨーヨーを使ったら結構当たり前にパッパッとできると、はい、でもバインドはちょっと怖いみたいなレベルの子が結構いるんですよ。そうですね、はい、そういう子には本当ぴったりです。はい、もうちょっとねいろんなのこれで覚えてもらって、じゃあバインドやってみようかなってやって、はい、であバインドやっぱちょっと難しいな、じゃあもうちょっと紐出し練習しようとか、はい、もうどっちでもいけるっていうのがね、はい、はい、揺れ動くその辺の音の、ね、ジャストフィットな色々ですのでね、はい、そうですね、結構頭の中の常識というかそういったもののブレイクスルーになるんじゃないかなと。そうですね、はい、思いますんで、はい、はい、まあまあ一気に上達するきっかけでもないかもしれないんで、これで、はい、本当にこれの引き戻しは初心者向けヨーヨーの常識が変わると思うんでね。そうですね、はい、ぜひね、はい、一回自分で使った結果すっげーってなったら人に勧めてください。はい、あと自分でもう別にセット買わなくていいです、一層、はい、もうごめんなさい、売っときながら言うんですけど家にワンスターがある人は、はい、一回試してみてください、はい、びっくりするんで。そうですね、はい、はい、もうなんなら例えばですけど、あのファクトリーのプロパッドの緑、はい、ちょっと厚めなんですよね、はい、あれつけたらめちゃくちゃ戻るんで。そうですね、サイズ C のまんまでもそのまま戻りになる、ね、はい、両方やればめちゃくちゃ戻るんで、はい、ぜひいろんな方向でね回転力強いヨーヨーがしっかり戻ってきたらどれだけ初心者でも扱いやすくなるか、はい、まあ、もちろん強いんでね投げ方とかしっかり教えないと、はい、思いっきり戻ってきて痛い思いをすることになるんですが、はい、はい、これぐらいのレベルのものなら比較的安心して使ってもらえるんじゃないかなと思います。はい、はい、というわけで満を持してお送りするそうです、ね、はい、ワンスターセットでございます。はい、はい、ぜひこちらも試してみてください、よろしくお願いします。さあというわけで今回のリワインドリコメンドは以上ですね。はい、はい、まだまあね、あの普段からリコメンドでのおすすめのヨーヨーとかいろいろ紹介してますんでね、はい、そちらの方もついでに一緒に参考にしていただきながら、そうですね、今回僕たちがせっかくなんでおすすめしたヨーヨーもぜひ試してみてもらいたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。さあ今回のリワインドリコメンド紹介以上です。はい、はい、というわけで、さあそれでは、最後のコンテンツですね。はい、はい、総選挙の機種を買って抽選で同額のクーポンゲットキャンペーン。そうです、ということで、はい、はい、はい、先日行いました、はい、リワインド総選挙、まあ、大体ね、はい、この連続キャンペーンの第1弾の定番なんですけど、はい、皆さんが応募してくれたヨーヨーは今一番欲しいヨーヨーの1位から5位、はい、そして今年使ったヨーヨーの中で一番おすすめの機種の1位から5位にランクインした計11機種ですね。はい、まあ、違う、機種数で言ったら本当は10機種なんですけど、はい、まあ11機種そうですね、はい、こちらの方を購入していただいたお客様の中から、はい、抽選で各1名、各って言ってもヨーヨー1機種じゃないですよ、はい、一番欲しいヨーヨーの1位から5位のうちから1名と、はい、今年使ったヨーヨーの中で一番おすすめの機種1位から5位のヨーヨー買ってくれた中から1名の方に、はい、そのヨーヨーを買ってくれたあのキングと同額のクーポンを、はい、こちらを開始するという、そうですね、実質無料キャンペーンですね。そうですね、はい、今こちらの表が出てるんです。この赤字の部分ですね、はい、はい、この赤字の、まあ、これが今出てる欲しいヨーヨー、今一番欲しいヨーヨーの結果です、はい、こっちが今一番おすすめしたいヨーヨーの結果です、はい、今の表とこの表の赤字の機種が対象となっております。はい、はい、でこちらの機種を買っていただいた方から、まあ、それぞれですよね、はい、欲しいヨーヨーの、まあ、結果とでそこに入ったランクインしたやつとおすすめの結果ランクしたやつ、それぞれ1名ずつと、はい、そうですね、はい、っていう感じでやってますんで、はい、やっていきましょう。はい、
さあまずはじゃあ、今一番欲しいヨーヨーで1位から5位を買った方の抽選からいきましょう。はい、はい、バーサーカイセンス、シュナイダーマーク2、クラウン、スペースカーボーイ、パルピテーション、フィリール、そうですね、はい、はい、これらを買った方から、1名、はい、まずは、はい、やっていきたいと思います。はい、1名ですよ。抽選番号ですね、抽選番号、注文番号ですね。はい、はい、じゃあの抽選いきます。じゃあその幸運な方はこちらの方です。はい、ドン2000、はい、33910、はい、33910の方です。おめでとうございます。おめでとうございます。こちらの方は後日ね、またメールにて連絡させていただきますんで、はい、はい、何買ったんだろうな。まあ、でもそうですね、どれ買ってても、はい、一番安いのが、はい、スペースカウボーイって印象だよ。すごいですね。最低でうちも3000円くらいですか。そうですね、はい、まあもちろん 10% クーポンを使ってたらもうちょっと安くはなるんですけど、はい、それでも一番安いのスペースカウボーイか。そうですね、ハイレベルですね。お店に優しくねえな。それでは、続きまして、はい、今年使ったような中で一番おすすめの機種を購入された方ですね、はい、1位から5位までにランクした機種を買われた方から抽選を行います、はい、抽選を行います。こちらの方で、ね、はい、クラウン買った方はダブルチャンスですか、ね、そうですね、はい、うちにも抽選ができる。ただうち的にはレベル6買った人はなってほしいな。学的にはそうですけどね。はい、レベル6、しかもクーポン使っててほしい。まあ確かお店的にはそうです。お店的にはね、はい、さあそれではこの人いきましょう。こちらドン2000-33931、ドキッとした339まで一緒だ。はい、はい、33931の方ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。比較的近い番号を聞いたな。そうですね、ドキッとしたよ。はい、はい、はい、こちらレベル6両スナイパーマーク2、クラウンシャットアングラムバージョン CC を購入された方が対象になっておりました。ね、はい、はい、それでは、もう一回ね、あの番号をお呼びします。はい、一番欲しい UU の中から抽選で1名様、こちらの方ですね、2000-33910、はい、ゼロの方です。そして、今年使った色の中で一番おすすめの機種を購入された方の中で1名ということで、はい、こちらは2000-33931、はい、33931の方ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。さあそれでは、リワイン TV 今回以上ですね。はい、はい、というわけで次は来週です。はい、はい、来週が何日、12月17日ですね。はい、同じ時間でお届けします、はい、同じ時間同じチャンネルでお届けします。そうですね、はい、でまあ、次回のキャンペーンはもうあのキャンペーンもね、はい、あの第3と佳境に入ってくるんでね、はい、はい、次回かその次ぐらいにはお便り会ができるかな、ね、両方やるかもね。両方か、そうか、両方やるかもね。まあでもまあお便り出す人からしたらね、両方やる、両方やると、ね、2通読まれたらそれでいきなり2ポイントですからね、はい、ただ皆さん今すでにお便りちょっと溜まってきてます。そうですね、はい、ちょっと消化できないのもあるんでね。そうですね、よほどいいのが来れば、はい、もう下手したらもうめっちゃ読もうっていう会がどこかあってもおかしくないですからね。そうですね、はい、もう尋常じゃなく送って、まあただね僕らね1個のお便りにかけるからね、時間を。そうですね、今日もね半分ぐらいかけてましたからね、ついつい盛り上がるからね。そうですね、はい、ですのでね、ぜひねこうあの盛り上がらずさらっといけるやつをいっぱい読むのがいいのかどうかっていう。ただしさらっとなるだろうなっていうのはあんま選ばないんですよね。まあでもどっちのバランスか、まあ、自分らも盛り上がったらきっとね、あの、まあ、カメラの向こうの皆さんも一緒にワイワイしてますよ。そうですね、わかるわかるって言ってると。そうですね、信じて、はい、やっていきたいなと思います、はい、さあそれではもう一度告知だけさせてください。はい、ジャパンヨーヨーツアーファイナル、はい、北海道は20日21日木戸が参ります。はい、はい、こちらヨーヨースペースアズさんと、はい、新千歳空港博品館さんで、はい、はい、開催させていただきます。よろしくお願いします。はい、両日12時から開催で、はい、どちらも大体16時まで、ですね、はい、一応白銀館さんの方である21日、そっちの方は15時までの予定になってるんですけど、延長する可能性があります。はい、なるほど、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそして愛知ヨーヨー祭り、今週末12月13日、はい、愛知ヨーヨー祭りの方開催いたしますので、ぜひ皆さんご来場いただければなと思います。はい、よろしくお願いします。そして現在開催中のキャンペーンです。レクストリーム 2.0、 そしてレクストリーム 2.0 ワールドチャンピオンエディションを購入していただいたお客様には、はい、岩倉玲選手の、はい、サインとカットストリングをプレゼントさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。またね、今日紹介しましたリワインドリコメンドの商品なんですが、はい、販売期間は1週間となってますので、はい、ぜひね、お見逃しなくこちら今のうちに購入していただければなと。今ならクリスマス間に合います、はい、クリスマスプレゼント の、 ラッピング希望の方はラッピング希望で、はい、逆にクリスマス以外のラッピング希望の方はということです。ですけどクリスマス以外のラッピングですと、そうです、ね、声をかけていただかないと勝手にクリスマスになっちゃう時期なんで、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。自分への、ね、プレゼントでクリスマスラッピングしてもいいですよ、もちろん。そうですね、はい、例年おりますが、はい、本当に素晴らしいと思います、はい、はい、
ありますんで、はい、はい、もちろん丹精込めてラッピングさせていただきますんで、はいはい、ぜひ要望とかありましたらね、はい、言っていただければできるだけご希望に添いたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは今回のランティー以上です。次回は17日、また同じ時間、同じチャンネルでお会いしましょう。はい、24日も放送します。はい、毎週やりますんで、はい、はい、よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。さよなら。